ポートハーコートは、ナイジェリア連邦共和国のニジェールデルタに位置する都市、リバーアッツ州の首都。人口は、近隣からの流入により膨らんでおり、2004年に113万3400人、2005年に1月1日で114万8753人に、上る。ポートハーコートはペンテコステ派のキリスト教徒の運動が、強い地域でもある。ジリー・アグレー氏の、 ロイヤルハウス・オブ・グレース・インターナショナル・チャージや、友人・オフ氏のアバンダント・ライフ・エヴァンジェル・ミッションといった影響力が強い。元は、イボ人とイジャウの住む土地で、イボは行くへお茶と呼んでいた。1912年に、石炭の積み出し港として支配していたイギリスにより、開発され、A 植民地層の初代ハーコート施策、ルイス・バーノン・ハーコートにちなんで、ポート・ハーコートと名付けられた。 当初の港の用途は、エヌグからボニー川を経由して運ばれてくる大量の石炭の積み出しだった。1926年には、北部のカノエと至る鉄道が開通した。1958年に、シェルによるオゴニで、原油採掘が始まって、以来石油関連産業はこの地に集積されており、現在では、ナイジェリアの主要な石油生成都市となっている。 他にアジップ、エルフ、ミシュラン、BEP といった企業が進出しているが環境対策がなされず、地元に利益が還元されないためたびたび避難の対象とされてきた。1995年11月10日には、ポートハーコートで、セルト政府に対しオゴニの権利を主張した検査論いわら、オゴニの指導者が処刑された。2006年2月18日にもイジャウノ、 ニジェールデルタ解放運動が指導者の解放と利益の還元を求めて外国人に誘拐事件を起こして以降外国系企業への襲撃を活発化させている三角州上にあるため釣りと魚市場も産業の一つであるただし石油開発に伴い環境が劣化しておりかつてほどの賑わいはなくなりつつある市内にはロイヤルダッチシェルとシェブロンの事業所がある 石油生成会社として、ポートハーコート石油生成会社がある。ポートハーコートの気候は、熱帯モンスーン気候に区分される。オークリカ、オービオアッパー、アイクウェア、オイエグボーグ、ボロエッジ、エレム、マイドグリと結ぶ、鉄道駅があり、輸送拠点ともなっている。鉄道に関しては、かつては、ラゴス行きの列車も運行されていたが、2000年以前に廃止されている。 美術館や大学が設置されている。ありがとうございます。